毎度西成小路ですわ。コロナで男の子は分からんけどな。ちょっと血こそるわ。うどでまうから。音楽。やつこさん、ありがとうございます。ね、コメントありがとうございます。うん、自治会長な。ここは自治会がないから。ああ、日のおるとこは自治会がないからな。こんな、久保地区長さんみたいに、なえやつのこと言うてんもん、味は。暇はあるけどな。今はあるけど、このやつに自治会任されへんやろ。な。昔、PTA の会長はやっとったけどな。ああ、子供小さい時な。子供小さい時な。子供小さい時は、PTA の会長やっとったけど、もう堅苦しいことばっかりやりよるから、もっとお前フランクにやらんかい。今は予選はやけど、PTA もな、PTA の会長の前に、PTA の役員に当てた時のおもろい話しようか。飲み会があったんや。PTA のな、PTA の、その、役員の飲み会があったんや。ほんで、その時の、会長がやな、まあ、我がの息子はその学校行っとるわけよ、私の方に。チビラと一緒の学校行っとんねん、息子は。だけど、その PTA の会長も、よその学校の教員にやねんやんか。な。教員にもの言わなあかん立場やんかい。言うたら、PTA なんか言うたら。俺がお前教師目線でもの言うからやな。なんや、焼き鳥のチェーン店、大吉で飲み会やっとったんや。で、普段は別にそうもないんや。お互い酒入ったら、持論の展開になるやろ。ほな、お前最後お前掴み合いの喧嘩や。お前声もお前、今のわしみたいな声しとんねやな。ガラガラ声の。お前、これ、八百屋かー言うて。困っちゃうから。もうこう。シムがないからな。シムが入っとれへんからな。プレミアムに入られへんねん。ほんで、自分が寝てるときはな、別にプレミアムでもええけどさ、ここだけ自分が動画配信するようになって、な、広告ついてある人おるやん。あれって、みんな5秒でスキップしてまうやん。お前は最後までシーンを見立ってくれたらな。その分よ、OK。クワンとか、CM ついてるやんか。山根先輩とか CM ついてるやん。あの CM を最後まで見れば、もっとよ、OK。お金入ってくる。落ち着いて5秒でスキップしてまうけどな。あれ動画見たいから。ほんで、そのおっさんとや。まあ、もう拳一回交えたら、あとはもう仲良いや。仲良いやるやん。あれ昔はそうやねんか。
どんな、な、仕分けがしようかな。もう一回拳合わせたら、まあまあ大概みんなだから、ようなんねんけどやな。まあ、本当のおっさんなもんやな。私、この間の日曜日のライブでも言うてたように、な、若い時はほんま体を動かすの好きやったんよ。ああ、ほんで、アウトドアのクラブ運営中からやってる人だやろ、作ってやってる人だやろ。ああ、俺、名前は風緑って言うてな。名前を付けてな。アウトドアーズクラブ、風緑。ステッカーも作っとったんや。おい、その時、もうずっとな、アウトドアやってる時はな、デリカばっかり乗っとった、三菱の。デリカばっかり乗っとったんや。俺何回か言うたことあると思うけど、腕時計と車は重たいのが好きやねんが。軽い車と軽い腕時計はどうもあかん。ほんで、ほんまな、40人ぐらいや。で、なんで風緑になったかっていう、時間大丈夫かな。風緑になったか言うたらやな、あれは和歌山のな、和歌山のどっかな、行った時やったと思うねんけどな。あれ、あそこでちゃうかったかな、多分そうやと思うねんけどな。和歌山のクラブ作る前な、ご家族ぐらいで行ったんかな。ご家族か6家族ぐらいで行ったんや。チビの父兄っていうか、お父さんお母さんだとな。ほんで、まあ、仲ええもんばっかしじゃない。お母さんとは仲ええけど、旦那さんとは初めて会うとかな、いう人も中にもおるわけや。で、まあ、もう今もこんななんてもてやな。もう全然もうあかんけどやな。まあまあ結構お母さんから人気あったんよ。同年代ぐらいの、な、子供さんのお母さんから人気あったんや。ほんで、みんなどんなキャンプ行こうやーい。で、前の嫁さんも社交的やったから。だから、な、みんなで行こう行こう、言うて。で、行って。ほんで、その、母子家庭のところもあるわけや。な。俺は、まあ、レンタルのテント借りたりしてやな。ほんで、まあ、カバーできる分は、これでな、カバーできる分は、カバーしたってさ、言っとったんやけど、まあ、所詮レンタルのテントやから、ポロポロやんか。大雨降ってきたんや、なんか。な。大雨降ってきたんや。ほんで、テントももうペシャーンになってやな。で、わしも酒、酔ってもてからにやな。風緑ってわかるかな。屋根とかの上に乗って、こんな、くる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 、鶏が回るやつあるやろ。風の方向を向いて、縦になってやな、こう、縦になってやな。で、両足にこんな、アイスクリームすくうようなカップついててやな。こう、くる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 、風の方向に向いてやな、こう回るやつ。あれ、風緑って言うんやけどやな。あれの、おもちゃみたいなのがあったんや。で、雨降る前にやな。そのおもちゃはやな、その母子家庭の子のな、テントの上に刺してな、酔うてよ。で、それ見て笑うとったんや。ほんで、どっちゃ、ほんま、えらい土砂降りになってもてや。ほんで、もう、わしらはもう普通のな、ロゴスとか、有名なコールマンとかの、テントで行ってるから、少々の雨とないもあれへんやんか。所詮レンタルの安物のやな。3000円ぐらいで売ってるようなテントやんか。ほんならお前、雨浸水するしやな。もうテントペシャーなんて、もうこんなんなんてことやない。ほんま風緑だけがやな。上に立って、
ような状態や。ほんで、それがおもろかったからやな。名前は風緑にしたんや。10分まで大丈夫やな。ほんで、だん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 大きなってやな。ほんで、あの、印刷会社っていうか、まあ、カッティングシートとかで看板作る業者の連れがおったんや。それも、まあ、不景で、なんやろな。不景って、大阪府警でもなけりゃ女の警察官でもないで。PTA のことやで。な。ほんで、その人がやな。じゃあ、ステッカー作ろうってことになって。で、こう三角形のな、もうパチリやわな、言うたら。この三角形に、風緑の絵入ったあるステッカーを売ってるやんか。あれの真似してな。逆三角形にしてやな。中風緑でやな。ちょっと雰囲気変えてやな。もうパクリもんや。それこそ。な。このステッカー貼ってやな。で、反射するように作ってあってやな。だから、対向車ライト来てもやな。右側、まあ俺はステッカー表記買い占めてたからやな。右と左のサイドミラーとちょうど合う大きさでやな。後ろにも貼ってやな。ほんで両方のミラーに貼ってやな。みんな、右のミラーのな。やっぱそういう風な車乗ってる子は右のミラーのな。ワゴン乗ってる子はな。右のミラーのとこに。ほな、夜走ってきてもやな。ライトの反射で、よう光って目立つんよ。思わないの、別にの。わしはおもろいねんけどな。その風景が残存で残ってるから。この歌好きやねん。夢街道。トラック乗りの歌。少し太めのわっぱを握りって。これもあちこち出てくるね。東名から山陽道から、どこや。東名高速山陽道に、一番が東名やねん。で、3番が山陽道やねん。あ、2番目どこやったかの？少し太めの。要するの、しかし。いつどうこれ東海道ってなんだ東名高速のことや。これ東名高速のことや。2番どこやったかな。2番どこや、忘れてもたわ。こいつの歌だよな。この歌と夕日が好きやん。あ、みんな好きやけどな。サラサラないがシャチな車に追い流されて、あ、2番が山陽道や。決まりの道よ、箱が目にしみる。山陽道って言うと、言うぞな。この頃はな、耳も達者に聞こえとったからな、この人もな。あと振り返りゃ箱の汽車も
泥に結局うどてまうっちゅうねんな。あのタイトルあのつけへんけどな、風緑にしようか。ほんでそのな、キャンプ行ってる時には、俺その団体で行くキャンプってそれが大体初めてやったわけやな。海沿いやな、若い山のな、若い山のな、なんか石ころいっぱいあるとこやな、なんか熊野かどっか行ったと思うねんが、ちょっと覚えてへんねんけどな、名前は、キャンプ場の名前はな、覚えてへんねんけどな。んで大雨降ってやな、次の日キス釣りしよう言うて、誠言うてやっぱり連れがおったんよ。その連れとな、キス釣りしよう。その連れもその時初めておったん。お母さんとは、奥さんとはな仲良かったんや。でその誠っちゅう子はその時初めておって、でずっとその前の日は結局もう夕方から土砂降りやってやな。で、カッパなんか持って行ってへんや。あの、孫という子がな、あの、ゴミ袋あるやろ。ゴミ袋かぶってやな。西成さんも、これかぶり言うてやな。ゴミ袋持ってきよんねやんけ。これ、重くやっちゃな、思って。ほんで仲良くなってんやろな。いや、でも付き合わんねんけどな。向こうは嫌やろうけど。相手は嫌やろうけどな、時々 YouTube 送ったんねん。無理やり電話かけても出われへん。まあ今な、あの鉄骨鍛冶屋でな、我が家のとこで立派にやっとるわ。で嫁はんは公文の先生で教室持ってやっとんねんか。あ、夫婦で儲けとるわ。この孫というのんと仲良くなってやな。まあ、その話は後にしてやな。まあ、そのキャンプしてるときにやな、そいつと仲良くなったもんやからやな。なあ、傷ついちゃうか。あ、魚釣り好きやな。あ、その孫とも魚釣り好きやな。ほんで、魚釣りしよう言うてやな。もう、あ、海近いからよ。キャンプ場、防風林の裏っ側が、もうキャンプ場になったんだよな。このボーフリー抜けたら、もう、海やんが、浜辺になっとんねやんが。ここで、傷釣りしよう言うてやな。危険よ、傷釣りしとって。ほんだら、あんた、地震行ってもて、津波警報出てさ、消防署の小さい車あるやん。あれ、スピーカーで、マイクでスピーカーって喋りながらな、津波警報が出てますとか言うてやな。どないしてきなんて言うねんな、こんなもん。もう16分なんです。このぐらいにしようか。この歌は知らんの？知らんことはないけど、歌えへん。歌わんで済むからええやろ、その方が。連発するからみんなコメント書く暇もないやろな。なわけに西成浩二です。また次の動画で会いましょう。バイバイ。